はい、どうもこんにちは、松原真希夫と申します。B&D We Love Music and Dance、はい、こちらのね B&D というゲームを、あれですね、わかりやすく言うと B&D ですね。はい、このゲームやっていきたいと思います。バックでね今めちゃくちゃなんていうの、これハウスかな、ハウスなのか、うん、よくわかんないですけど、こう裏打ちのいいリズムのこの音楽が流れております。なんかリズムゲーらしいですね。はい、音ゲーらしいです。音ゲーってね結構実況難しいと思うんですけど、あの今日は多分あい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 みたいな感じでずっと続いていくと思うんで、あの優しい目で見てやってください。で下にね、あのガンスターンさんの名前が書いてあると思うんですけど、そうです、イラストチェイナーの、制作スタッフさんたちが、仕上げた新作ですね。11月21日 iOS 版で配信開始ということで、やっていきたいと思います。動画の説明欄にですね、ダウンロードできる URL 載せておきますので、もし気に入ったら見ていってください。ただね、僕はねいくらガンスタンさんイラストチェイナーの方であろうが、ビシバシねダメな部分は叩いていきたい。あんまりそういうところでね、忖度とかしたくないんで。それでは早速スタート。はい、じゃあまず遊び方見てみましょう。 How to play。 このゲームはモグラたたきのように建物の窓から現れるキャラクターに合わせてタイミングよくタップしたりフリックします。丸アイコンが大きくなって、光った瞬間にタップ、大きくなったらタップ、横並びで丸がつながって出た場合は同時にタップ。はい、めくる瞬間気持ちいいな。タップ以外にもフリックする操作もあります。矢印の種類は全部で4種類、左右下上。ステージが進むごとに新しい方向の矢印が出ていきます。左の矢印が出た場合はその方向にフリック、矢印が大きくなって光った瞬間うわっと光るんやね。あ、住人もいろいろいるんですね。おデブチン、メガネちゃん、おデブチン。タップするアイコンは丸の他にもハートとダイヤがあります。ハートをタップできればハートゲージが回復します。ダイヤをタップできればダイヤをもらえます。 Poor, bad, good, great, perfect。タップやフリックの判定は5段階に分かれています。完全にタイミングが合っていればパーフェクト、パーフェクトボディが出ます。タイミングがずれているとバッドやプアが出ます。段階に応じて入るポイントも変わってきます。ハートが減ってなくなるとゲームオーバー。早速ステージセレクト。ミュージックバイ坂井アスカ、アスカさんが作ってくれたアナザーワールド。あ、リミックスバージョンね。はい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 。音ゲーね。音ゲーはもう全くやらないですね。あれぐらいかな、 U ビートぐらいかな。さあ、グレート。リズムに乗って、結構シャッパーン、結構パーフェクトが出ると、あ、これリズムに乗っていけばいいんだね。はい、すごい、何人兄弟よ、みんな同じ顔。あ、左か、忘れてた。あ、いいね。おデブチンが出たらフリックだな。これ何？あ、ダイヤか。で、この主人公っぽいのが出てきたらハート。いいですね。なるほど。ちょっと難しい。はい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 。あ、だんだん分かってきた、分かってきた。あ、つかめてきたね。はい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 。こういう音ゲーは、なんだろうな。
もうビートマニアがちょうど流行ってたんですけれど、子供の頃挫折しましたね。なんか思ってるのと手の動き方がね違うんでね。油断してるよ。もう終わりだと思ってたやん。もういいんじゃないこれ。ゲームクリア、コングラチュレーション。さあ、やっぱり最初のステージはこうしっぽりとしたね曲から始まります。それでは次の曲、インナーサンセット。ちょっと読み方が分かんなかった。フォギードアップ、インナーサンセット。さあ、扉含め窓が9つ、8つと扉が1つですね。出入り口、なんていうの、顔出すところが9つになりました。これ行ってきましょう。インナーサンセット、ミュージックバイ坂井飛鳥。あぶね。あぶね。歌入ってんのいいな。これ、著作権大丈夫かな。いや、こういう声出してみたいな。お、右、左、はい、右、はい、左、はい、あ、楽しい。右、はい、左、はい、右、はい、左、そし、右、はい、左、はい、右、はい、左、もう同時来るよ。もうそろそろ同時来るよ。左、ダイヤ、右、はい、左、同時、右、はい、左、トーン、だ、右、はい、左、トーン、こんな、こういう実況になるわな。それはこういう実況になるわ。はい、はい。右、はい。左、ダイヤ。はい、はい、はい。あ、楽しい、これ。あ、ちょっと、ダイヤ取れんかった。ドン、ドン。右、はい、はい。ちょっとグレートばっかりだな。パーフェクト、パーフェクト、パーフェクト。遅いんか、遅いんだな。ドンドンドン、ドンドンドン、ドンドンドン。ちょっとパーフェクトが出せない。Be quiet。うるさいって言われたな。なんかゲージが出てるんだけど、なんでだろう。うわ、ドゥンドゥンドゥン、ドゥンドゥンドゥン、ドゥンドゥンドゥン。ちょっとパーフェクト難しいな。 See you。 まだ終わってなかった。終わりだと思ってたやん。ドンドン、はい、いや、パーフェクト出せないのは難しいな。あー、トントン。ちょっとちょっと、だから忘れた頃にやってくのやめてもらっていいかな。いい曲でしたね、インナーサンセット。好きよ俺これ。さあ、これ窓って9つが限界っぽいな。さあ、ちょっとエンディング、あ、これ行きましょうか。 Come Rain Come Shine、 Music by
ミュージックバイ堺飛鳥。いい曲感がすごいよ。急に始まるな。リズムに乗って。気持ち早めだな。うん、気持ち早め。右、右、もっと難しくていいんだよ。いくぜ。いいよいいよ、いい感じ。フルコンボ行きたいね。右右右右左下下左右下の下左右下の下右あとオッケー同時あ耳しゃあちょっと遅かった。あやべ、一回つまずくとダメになるパターン。ドンドンテテテテテ、もうちょっと早めだな。3セットでボスを倒してクリアすればアンロックされます。どういうことだ、どういうことだ。ボスってボスなんてあるん。あーこれをフルコンボで、フルコンボか。ちょっとアナザーワールド行きたいんでちょっとだけ真剣にやりますね。Perfect. Yes. Yes. I got it. I got it. ゲームクリア。Congratulations. やったぜ。で、これで、こいつの、フルコンボ。やりました。格闘のね、フルコンボが出ましたね。ということで、リミックス、やっていきましょう。ちょっと、いたずら書きがすごくなってるね。ちょっと読み方わかんないですけど、本気出してるよ。急に本気出してきてるよ。はいはい。でもこれぐらいのノリの方が乗りやすいな。やっぱロックの人間なんでね。うん、何言ってんだよ。はい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 。やっぱ BPM が上がるとね、気分も上がりますよ。はい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 、すぐパーフェクト出したい。はい。つっててってれって。でで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 で、勝手にアレンジ入れちゃう。
はい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 、いいよ、いい感じいい感じ、はい、ノリ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 、今俺踊ってるよ。あ、左右下が、はい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 、あ、早かった。いや、終わらん、まだ終わらん。よしよし、やっぱリミックスの方が楽しいな。 There for you、静かにしなさい。ババア登場。これを赤いのが多分ゲージなんだろうな。いつの間にか、いつの間にか、あ、ボス倒した。 for you。 終わってない、まだ終わってないよ。やっぱ俺この曲好きだな。で、これでボス倒した。 Another World。 さあ、インナーサンセットのアナザー世界、もう一つのインナーサンセット、お聴きください。パーフェクトが難しいな。あー遅いんか。これが本気か。やばい、グレートしか出せない。もうちょっと早くか。あー右同士をしない。静かにしなさい、ボス登場。さあ本気。ねえ、むずい。もっと早くか、もっと早くか、もっと早くだな。トントントン、トントントン、トントントン、ラフォーユー。ボス倒せなかったよね、ボス倒せなかった。フリックができてない。いいよ、ここいいよ、気持ちいいよ。
ごい。ああ犬。真ん中。左。真ん中。上。真ん中。上。面白い。ババア倒せなかったな。口が汚えな。失礼いたしました。はい。ということで、B&D、We Love Music and Dance、こちらのゲームいかがだったでしょうか。結局ね、最初にダメなとこあったらガンガン叩いていきますって言った割に、窓から顔出したやつしか叩いてなかったね。はい。といったところでお後がよろしいようで、ご視聴ありがとうございました。なんだこの終わり方。コメント、評価お願いいたします。チャンネル登録、ぜひ、していってください。それではまた何かしらのゲームでお会いしましょう。バイバイ。